はい、こんにちは。てるじいチャンネルのてるじいさんです、いつもご視聴ありがとうございます、今日はね、何をお話しするかと言いますとね、ある視聴者さんの方からね、リクエストいただいたんですね。カメラレンズの保管方法、カビ対策とかね、ちょっとお話していただけませんかということでね、ちょっと私もあんまり詳しくはないんですが、ちょっとそれについてね、お話したいなと思って、ビデオを撮っております。日本は湿度が高い国の一つと言われております。で、一番高いのが、大阪とかね、京都とか、まあ、いわゆる盆地になっているところですね。そういうところはね、湿度が非常に多いと言われております。だから、じゃあ北海道はいいんじゃないかと思われますけども、北海道も実はね、湿度あるんですね。で、だから大体もう日本列島全国ね、湿度国と思っても、まあ、間違いないかなと思いますよ。はい。それでね、カメラ用の対策としてはね、まあ、一番いいのは防湿庫に入れるのが一番いいんですけども、防湿庫はちょっと高いからちょっと買えないなという方にはね、ドライボックスというのがありますね。白馬なんかに売っております。プラスチックのケースなんですけども、パッキンがついてますのでね、まあ、外気が入りにくいということでね、それには湿度計っていうのもついておりますのでね、それで30から、40から50、一番いいのは40から50の間に、設定されておくといいんですけども、その中に、シリカゲルとかね、まあ、いわゆるカメラ用の除湿剤ですね、それを入れておかれるとね、まあ、湿度が保たれるかなとは思っております。やっぱね、頻繁に開け閉めするとね、やっぱり外気が入ってきますので、湿度はぐっと上がるんですよね。で、そういう時には早めに素早く入れるとかね、まあ、防湿庫でも一緒ですよ。まあ、ドアを開けたらね、素早く取って素早く閉めると、まあ、冷蔵庫と一緒ですな。冷蔵庫もね、開けっぱなしにしとくとね、どんどん外気が入ってね、温度が上がりますのでね、まあ、素早くドアを閉めるということですね。はい。そういう対策をしながらね、やっていくと思うといいと思います。まあ、カビの発生率としましては、まあ、60% から上ということなんでね、湿度が。で、まあ、80% ぐらいになると、もう完璧に、はい、繁殖し始めるということでね、カビを抑えるにはやっぱり40から 50% ぐらいの湿度にしているのが一番いいと言われております。それとですね、こういう方がおられますね。カメラ新品を買ったということでね、これは大事なね、せっかく買ったカメラなんだからということでね、革ケースにね、丁寧に入れてね、で、どんぐらいカメラ写真撮りに行かれるんですかというと、そうですね、あんまり行きませんね、まあ、年に1回か2回ですかねっていうような感じなんですね。で、あんまりその写真を撮りに行かない。まあ、カメラ大事にしたいので、ご丁寧に革のケースや、カメラケースなんかに入れてね、タンスの肥やしになっているぞ。いうことで、そういう方見かけますけどね、これカビの対策としてはあんまり良くないんですね。革っていうのはね、湿気を生むんですね。湿気を呼ぶんですよ。で、逆効果でね、まあ、傷は入りにくいかもしれないけども、逆に湿気を呼んでいるということでね、
あのカメラとかレンズの 内部ですね、ところにはカビが発生しやすいんです。ほんでね、一番いいのはね、あの裸が一番いいんですね。カメラは裸にしてね、風通しのいいところ、窓際とかね、ああいうところね、ぶら下げとく、こういうふうにね、ぶら下げとく、これが一番いい方法です。これだとね、カビが来にくいんですね。はい、防湿庫とかね、そういうのは買えないという方はね、この方法が一番いいんですね。はい、それとね、一番いいのはね、防湿庫が一番いいんですけども、ちょっとこれ見てください。はい、これいっぱい張り散らかしておりますけどね、まあ、これ孫なんですけどね、まあ、この防湿庫はね、もう30年ぐらい前買ったんですよね。で、いまだに現役でね、動いております。まあ、動いておりますかっていうのはね、目に見てちょっと分かりにくいんですが、まあ、針を見たらね、少し湿度計がついてますので、この湿度計を見るとね、下がっているんでね、まだ現役だろうと思ってます。はい、これもね、蓋を開けるのが湿度上がるんですよ。だから頻繁にね、開ける人にはね、湿度計はね、やっぱり必需品じゃないかと思っております。まあ、中を開けるとね、まあ、いろいろ入ってるんですよ。これカメラだけじゃなくてね、もういろいろ入れてます。まあ、CD 版とかね、それからいろんなね、こういう蓋類とかね、レンズキャップとかね、フィルターとかね、もういろいろこの中にもう一緒に立ってるカメラ用品は全部入れてるんですよね。もうこれでもね、いいと思うんですが、まあ今のとこね、昔はたくさんカメラとかレンズとかを入れておったんですがね、もう全部売り払ったんでね、今もう上の段だけにカメラ用品を入れております。あと下の段はね、何を入れているかというとね、こういったね、昔のフィルム、ポジで撮ったね、ポジで撮りました、こういったやつですね。これ今まで撮った写真の全部写真をね、こう一コマずつね、マウントしてね、入れてるんですね。こういったやつが今ここ3段ぐらいありますけどね、こういったやつにもね、防湿庫はいいんですね。ただポンと置いとくとね、やっぱりカビがフィルムに来ます。白くなるんですよ、カビが来て。それでやっぱり厳冬期で映した時にね、やっぱり白っぽくてね、映ってね、良くないんでね、やっぱりこれも防湿庫に入れるようにしております。はい、あと大事な書類なんかもね、これに入れております。あと CD なんかも DVD なんかもこういいですよ、入れておくのは。はい、でこういう防湿庫がいいんですけどね、じゃあ湿気はない方がいいんじゃないのかということでね、湿度は下がれば下がるほどいいのかというと、そうでもないんですね。なぜかと言いますとね、あんまり湿度が下がりすぎますとね、乾燥しすぎるんですね。乾燥しすぎるとね、今度はね、カメラのね、カメラにはいろんな部品が入ってますよね。例えばファインダーのとこにはゴムがついております。それからいろんなとこにプラスチック使ってありますよね。そういったらね、乾燥しすぎるとね、こういうのがね、ひび割れてくるんですよ。ひび割れたりね、あんまりレンズ内にはね、グリスが入ってると思うんですよね。この回すんでね、こうピントリングを回したり、
それからズームリングを回したりするためにね、わずかなあのグリスが塗ってあると思うんですよね。そういうのが乾燥しすぎるとね、もうカチカチになってね、レンズの動きが悪くなったり、からシャッターの動きが悪くなったり、まあ、いろんな不具合が出てくるわけなんです。それであの乾燥しすぎも良くないんですね。だから一番いいのはやっぱり 40-50% に抑えていただくといいと思います。はい。それからね、冬はあの湿度が低くなるんですね。だから電気代がもったいないんで、これのコンセントを抜くという方法を取ってるという方がおられました。はっきり申し上げますけど、必要ないです。コンセントを引き抜く必要はないんです。なぜかと言いますと、これにはコントロールダイヤルというのがついてるんですね。はい。で、コントロールダイヤルでまあ 45% ぐらいにセットしますね。45% まで湿度を下げ、これが下げてきますよね。 45% になりました。それ以下になるとね、例えば冬場とかね、 45% 以下になりますと、これ電源一人で切れるんです。はい。だからコンセントを抜く必要はないんです。この下の方にね、パイロットランプというのがついてるんですね。それがついたり消えたりしてます。それは電源を切ったり入れたりしている証拠なんですね。はい。だからコンセントを抜く必要はありません。はい、そういうことですね。で、防湿庫はそのために、パイロットランプもあるし、設定温度をね操作するコントロールダイヤルというのがついているということなんです。はい、はい、いかがでしたでしょうか。私ね、今までね、30年ぐらいね、写真に携わってきました。カメラレンズね、いろんなね、望遠から、広角から望遠までね、いろんなレンズも扱ってきました。はい、今までのカビを生やしたこともあります。でもそれがね、やっぱり経験になってるんですね。で、いかにカビを生やさないようにねするにはどうしたらいいのかっていうのはね、いろんなことも考えてまいりました。そういうことでね、今思うのは、今申し上げたようにね、やっぱり湿度を守ってねやればカビは来にくいということなんですね。カビは目に見えないやつもあります。レンズを覗いて何も入ってないじゃんって思うかもしれませんが、目に見えないカビもあるんですね。顕微鏡かなんかで見るとね、やっぱり白いねカビがね、周りに生えていたりねあるんですね。そういうことは、で、そういうあのカビはね、解像度をねどんどん悪くするんですね。やっぱりレンズの いいところはいいレンズは解像度がいいんですね。その解像度がねどんどん低くなっていくとね、せっかく高いレンズを買ったのにカビが生えたら何にもなりませんので、この辺を気をつけてね、皆さん温湿度管理にはね気をつけていただきたいと思います。はい、そういうことでね、今日はねリクエストがありましたね。カメラレンズカビ対策保管方法などね、いろんなことをお話ししました。参考になれば幸いでございます。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。猫がいます。